タギック市は、フィリピンのマニラ首都圏にある都市である。バエコの湖岸に位置する。市の南に、ムンティングパ市、南西に、パラニャーケ市、西に、パサイ市、北西に、マカティ市、北にパテロスとパシグ市、北東に、リサール州と接している。昔は、バエコの漁村の一つに過ぎなかったが、C-5 高速道路の開通、およびホートボニファシオの大規模再開発によって、 近年マニラ首都圏において最も急速に発展している都市となっている。ボニファシオグローバルシティはマカティ首都市と社会を争っている地域に含まれる。ボニファシオグローバルシティを含む地域の帰属をめぐってマカティ市との紛争があり、2003年のパシグ地方裁判所の判決において当該地域はタギック市に帰属すると判決が下されている。フィリピン陸軍の総司令部および フィリピン海軍とフィリピン海兵隊の基地が置かれている。コートボニファシオのうち240ヘクタールの土地を再開発した地区でオフィス街、ショッピングモール、ホテル、コンドミニアム、インターナショナルスクール等の商業施設、住宅施設が複合的に整備されている。マニラ日本人学校があるのもこの地区である。 2011年現在、ビクータンに新交通システムのビクータン AGT が建設中である。ありがとうございます。